はい、ルルカです。今回はね、こちら、3月17日からスタートするラインもになってるんですけど、こちらのね、先行エントリーを今回やっていこうかなと思います。本日が3月15日なんだけど、3月16日までに先行エントリーしとくことによって、ラインも契約した際に特典を受け取ることができます。もともとね、ラインも契約するつもりなかったんですけど、つい最近ね、今撮影している iPhone12 になってるんですけど、この iPhone12 を購入して、物理シムとして楽天モバイルのシムを指しているんですけれど、こちらね、シムフリー端末ということで、eSIM にも対応していますので、まあ、せっかくであればね、e s i m まだ使う 今回のね、LIMO に関しては、一番最初に、ね、契約する際、事務手数料などもかかるわけでもなくて、それこそ、実際に使ってみて良くなかった場合に関しては、縛りとかもなしで解約することができますので、まあ、最悪ね、契約して良くなかったらね、まあ、1ヶ月、2ヶ月分お金払ってやめればいいだけですので、まあ、とりあえずね、先行エントリーして、得点受けれる状態にして、 ラインも3月17日にねイーシム契約してていいいいいこここうううととととと思思まますすでとりあえず先行エントリーやっていこうと思いますはい。2021年3月17日スタート。ソフトバンクのオンライン専用新ブランド、LINE も。ということで、先行エントリーなんですけど、ペ a ペ p ボーナス3000相当がもらえるキャンペーンになっていて、2021年1月27日から3月16日ですね。までに先行エントリーしておくと、2021年3月17日から5月31日までの間に契約すれば、このね、特典を受け取ることができる形になっています。なのでね、今すぐね、LINE も契約しようと思っていない方に関しても、もしかしたらね、ルル の動画だったり、他の人の動画を見てね、ラインも契約したくなる可能性もなきにしもあらずだと思いますので、普にね、先行エントリーして契約しなきゃいけないというわけではないので、ま、とりあえずね、ラインも先行エントリーするといいんじゃないかなと思います。先行エントリーからペーペーボーナス受け取りまでの流れということで、1、先行エントリー。これがね、ま、3月16日、明日までになっています。で、その次、ラインものご契約。これが5月31日まで。そして、サイトでペーペーボーナスの受け取りの手続きっていうのが、ま、6月上旬から6月中旬になっています。ここで注意点なんですけど、少なくても6月以降にならないと、ポイント受け取りの手続き。 でできませんので契約しててね3000ポイントだけもらってやめるみたいなことはできないようですねそして最後が PayPay ギフトカードにて PayPay ボーナスをプレゼント7月初旬ということで3月17日に契約した方であればまあそれこそねポイントを受け取るまで4ヶ月ぐらいかかるみたいですねはいそれでは先行エントリーしていこうと思うんですけど先行エントリーにはメールアドレスと携帯電話番号が必要になっています注意事項なんですけど特典を受け取る条件は規約をご確認くださいご登録いただく携帯電話番号とメールアドレスは今後ご案内予定の特典受け取るのお手続きに必要ですのでお間違いないようにお願い お願いしますご登録いただいたメールアドレス宛てにライ m のご案内特典受け取りのお手続きをいただくキャンペーンサイトのご案内をお送りいたしますご案内の受信に同意いただける方のみエントリーをしてください 回線契約のご利用停止等によりメールアドレスが使用できなくなっているとキャンペーンサイトのご案内ができず特典の受け取りができなくなる恐れがありますのでご注意くださいということでまぁ、あ、そんな感じのね注意事項になってるんですけどまぁ、あ、この中でね大事な点が入ってるんだけど回線契約のご利用停止等によりメールアドレスが使用できなくなっているとキャンペーンサイトのご案内ができず特典受け取りできなくなる恐れがありますのでご注意くださいってことが記載されていますこれ何かっていうとまぁ、あ、それこそキャリアのメールアドレスですよね今ソフトバンク使ってる方だったりとかまあ他社のキャリア 使っていて、今後ライムに移動しようと思った際にまライムに移行してしまうと、そのキャリアメールが使えなくなってしまいます。ソフトバンクから line もになったとしてもキャリアメール消えてしまいます。ってなった時に登録したメールアドレスがなくなってしまいますので、句点が受け取りできなくなる。恐れがある。電話番号等があれば。 キャンペーンを受け取ることができるみたいなね、対応するつもりだから恐れがあるっていう風にね、記載がされているのかもしれないんですけれど、特典を受けることができなくなってしまう可能性があるということになっていますので、まあ、その辺に関してはね、リスクを抑えるためにもね、まあ、無料で手に入る、まあ、Gmail とかね、そういうものを登録した方がいいんじゃないかなと思います。一応、この先行申し込みではなくて、契約の部分だとかな、の方にはキャリアメールが不可みたいなことが期待されていたような気がするんですけど、あくまで特典を受け取るためだけの方になってくるので、まあ、その辺に関してね、そこまで細かく記載はしてくれていないのかなっていう感じがするんですけれど、まあ、 キャリアメール以外を、ね、登録するといいんじゃないかなと思います。規約がこちらの方になっていていろいろと記載がされていますね。なんかちょっと注意する点があれば見たいんですけれどどうだろうな注意点、まあ、エントリー期間とかに関しても、ね、記載があってお、まあお一人様1回とかね、まあ、普通のやつですかねそんなのが出ていて。 はい。まあ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 、普通の規約になってるんじゃないかなと思います。ということで、電話番号とね、アドレス打ちましたね。注意事項、キャンペーン規約に同意するにレ点を振って確認していこうと思います。そしてね、まあ、モザイクかかってると思うんですけど、メールアドレスと携帯電話番号確認して、OK であれば送信するでて OK かな。送信する。LINE も先行エントリーキャンペーン、エントリーありがとうございましたということで、エントリーが完了しました。LINE も始しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛てに、メールを送りします。Twitter キャンペーン実施中、さらに1万円相当が当たる。 下記のボタンからツイッター &LINE も公式ツイッターアカウントフォローすると、ペイペイボナス1万円相当が当たるということで、なんかツイートするとね、1万円相当のね、ペイペイボナスが当たるようです。一応見る限りだと、ま、3月16日、これも先行エントリーと同じね、タイミングまでにはなってるんですけれど、ま、270名の方に当たるということで、ま、やっても損はないかもしれないですね。合計270名なので、意外と当たるかもしれないんですけれど、ルルカは応募しないでいいですかね。はい。なので、ま、興味がある方に関してはね、先行エントリー完了で、その後にツイートキャンペーンしてみるといいんじゃないかなと思います。運が良ければ1万円分のポイントも還元 されるということで先行エントリー完了したんですけど最後にね少しだけライムに関してお話していこうと思うんですけれど最初にも話した通りこんな感じですね。 各種手数料ということで、契約事務手数料もタダだったりとか、ナンバーポータベージの提出手数料もタダだったり、さらにね、解約手数料もタダだったりとかということで、契約してね、使ってみて良くなかったら、実際に使った分のお金だけ払うことによって、やめることもできるのでね、気軽に入ることができるんじゃないかなとは思うんですけれど、注意としては、こちらですね、必ずね、動作確認端末というものを確認しておいてください。l i n e に関しては、残念ながら、ソフトバンク系列ということで、ソフトバンクの端末だったり、ワイ o v i l の端末があると思うんですけど、そちらに関しては、使うことが基本的にできない ようです LINE も通信サービスの接続に関して当社が独自に動作確認した端末の一覧です SIM6 がかかっている端末は SIM6 解除が必要ですということでこのね LINE も対応端末っていうのが非常に少なくしか発表されていません、まあ、一番上のねマ、まあ、ルルカも今使っている iPhone12 だったりとか、まあ、iPhone11 とかこの辺に関しては SIM カード、eSIM ともに利用することができるんですけどこれももちろんね SIM6 解除もしくは SIM フリー端末になっているんだけど、まあ、下の方に行くとね なんと、LINE もに関しては、iPhone 以外の端末、1、2、3、4、5個ですか ?5 個の端末しか動作確認をしていない状態になっています。もちろんね、これ以外の端末でも、チムフリーの端末とかであればね、使うことができるんだけど、一応、対応端末としては、この5つだけしか対応していない。なおかつね、見ていただきたい点としては、これ Y モバイルとかソードバンクって記載がされているんですけれど、要は Y モバイルだったり、ソードバンクで取り扱ってる端末ってことになるんだけど、自分たちの自社のね、Y モバイルだってソードバンクの端末にしても、チムロック解除をしないと利用することができません。なので、ソードバンクとインもまあ同じ 系列だからソフトバンク端末そのまま使えるなと思って契約されてもシムロック解除しないとね利用することができませんのでその辺に関してね注意してくださいさすがにね n d r o i d 端末5個でしかね利用できないってことはないので使うことはできると思うんですけれど一応ね今のところ発表されてるのは動作確認として5つ注意点としてはね動作確認端末ということで動作確認をしたというだけであって動作の保証サポートをするものではありませんということで先ほどのねソフトバンク Y モバイルで出してる5つの端末らも動作保証だったりサポートはしていませんのでその辺は注意してくださいということでねまあ、ルルカが ししてていいいいにに関しても、まあ、数少なななな端末ででっすつおかつ自社ののシミュロック解除ととと使えないということになっていますのでその辺だだけはね注意のをしてください、まあ、実際に、ね、ルルカに関しては,一応3月11日にはね、設定方法だったりとか、まあ、実際にね、軽く使った感想などもね、動画にしていこうと思いますので、まあ、インも契約しようと思ってるけど、そこで契約するのちょっとなぁだったりとか、まあ、やっぱ、ね ほぼだったり、アハものがいいなと思っている方に関しても、もしかしたらね、ルルカがね、LINE を使っているところを見て使いたくなるかもしれませんので、先行エントリーはね、3月16日までになっていますので、興味がある方に関してはね、とりあえず先行エントリーしておくといいんじゃないかなと思います。今後もいろいろな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。